スポンのうちにやってきました。いらっしゃい。今からお茶やります。うんぐな。来てくれたんで、ちょっとお茶碗も多めに。お茶碗も。でもなんかさ、来た瞬間にパッとこれが目に入った。これね、楽茶碗っていう。私友達が作家でさ、うん、めっちゃ可愛くない？あ、本当？これ作ったの。マジ？うん。こんなん作れんの？そう。すごい。でもね、さ、あれ賞取って。本当に。いや、思った。それもめっちゃ可愛いでしょ。あ、一緒やん。そう、これそうなの。あ、すごい。私の中学校の1個目の先輩で、へえ。で、最近その子も本当10年ぶりこれの機会で来たいって言ってくれて、10年ぶりに集まって、今月1ぐらいで来てくれてて。マジ？うん、すごっ。夜間もね、すごいね。ん？これ、うん、これね、茶釜、お茶用の釜。これにする？これする。これ全部お茶道具なんだけど、うん、これね、茶器、うん、要はお茶を立てるのに最初 お茶碗、お湯で温めるの、うん、でそういう時にこれ道具で拭くやつ。うーん、で これも折り方があって、へー、今日先にやっておきました。ありがとうございます。と、茶せん、はい、お茶立てる。あ、これ見たことあるよね。あるある。茶せん、すごいヒップホップ流れてるけどで、これ茶杓、お茶をね、うん、取るやつ。うーん、で、これが茶入れ、これでお茶入れてます。うーん、かわいい。綾の里、碧園の綾の里っていうお茶です。で、これが、ひしゃく、これお湯をすくって入れるやつ。で、これね、蓋置き。え？そう、これあの、釜の蓋、あれ釜今、はいはいはい、あれに蓋をかぶせて運ぶんだけど、それを置くよ。これ懸垂、懸垂っていうのが、あのお湯を捨てたり、はいはいはい、そうするためのものです。まあ、こういうのがいろいろございました。面白い。じゃんじゃじゃん。今日のお菓子、花キキョー。どれがいい？チーズあん。普通のさ、こしあんかな？と、ほうじ茶。ほうじ茶。ほうじ茶？はや。ほうじ茶とじゃあ、これにしようか。わーい。じゃあ、それちょっとめくってもらって、はい、むいて、ここに2個並べてもらって。はい。多分、色でわかると思うから。こうやってお菓子出すときも、うん、あの基本袋から全部出す。出す。そう。お客さんが食べやすいように。なるほど。なんかさ、そのお茶会に参加するための、うん、あの参加側の持ち物とかも、うんうん、なんかいろいろ載っとってさ。うんうんうん。そうね。これって使ってもいい？あ、いい。そのまま。あ、そうか。ちょっとピッてやるだけ。あ、いいよ。じゃあそれ使って。むせやだ。あ、いい。あ、そうが嫌かなって。全然。私よりもゆりかの方が気にするでしょ。いや。そう、ね、なんかさ、その、センスとかもさ、うん、あとなんか紙っていうか、うんうん、ちょっと手拭くとか、お菓子置くみたいな。うんうんうん。あ、これどっちだったっけ？あ、どっちだったっけね、これ。あ、今これや。今こっち、うん、じゃあ、これが普通の腰山。それ、あそこ、ごめんなさい。じゃあ、こうしとこうか。で、こっちが近いのがアスコンで。うん。で、お箸もね、これね。濡らしときます。へぇー。くっついちゃうじゃん。ああ、確かに。濡れてないと。そういうところもね、全部。これ弊社の、弊社のです。あ、ほんと。ペイブロックスンザラ、トルコワームです。ぜひ。かわいいっしょ。かわいい、めちゃくちゃかわいい。
普段普通にそれになんか野菜炒めとか分けてる。そうやんね。だってなんか和の感じっていうよりは、そうそう和にも合うみたいな感じ。なんかもうでこれがね、私のお茶セット。お茶セット。可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。これね、龍感動。龍が一応いて、うん、こういうストライプがね、感動っていうの。これ開始。あ、そうそう、それのこと言っとったんや。開始。そう。これをね、でここに入れてる。うん。開始と、ふくさ。ふくさ。これがここにつけてて、これで道具をきれいにする。へぇ。そう、だから、お茶立てる人はみんなこれで腰につけてほしい。今日着物じゃないけど、こうやって。なるほど。これが最初のセット。OK。ね、私はそう表千家。表千家です。うん、で、お茶、千利休が、うん、まあ、あの確立したんですけど、うん、千利休の孫三兄弟が、うんと、なんていうの、流派を全部分けて、うん、表と裏と武者の工事っていう流派を作ったんですよ。だから三千家。はい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 、千家のそうそう3つで分かれてて、で私はそれの表、うん、一番この千利休が作ったのに割と忠実。うーん、で裏千家とかになるともう全然ちょっと変わるみたいな。畳に入る一歩目が表は左足からなの、うん、で裏は右みたいな。へえ、そっから違う。そう、そっから違う。そういう風になって、でこの色も表はこういうオレンジっぽい朱色で、うん、これメンズ、メンズ紫、はいはいはい、で決まってて、うん、裏千家はね、真っ赤な、うーん、っていうとこまでそう決まっております。すごい。そうで、ゆりかさんは後でこっちを使ってもらいますね。ありがとうございます。そんな感じなの。あそこ習いに行って、うん、もう覚えて。そうそう、今3年通ってて、丸3年。そんなに。そうそうそう、26から始めて。だいぶやん、うん、マジ毎週。あ、そうなんや。昨日も行ってきて、うん、そうそう、週1で通って、で私はそのなんていうの、なんか一応ねこうコースがあって、うん、やれることも、うん、なんかで最終的には、うん、その先生から直接教えてもらわないとできない作法とかも今教えてもらってて、うんうん、あ、すごい。それ本に載ってないの。なるほどね。開示しちゃいけないっていう、うん、時期で。すごいしょ、早かったです。道っぽいでしょ。直伝だけのやつとかもあって、へー、それもだからそのレベル上がってって教えてもらえるとかいろいろあるんだけど、そういうなんかね、内密にしてる感じもちょっとゾクゾクしちゃって、うん、そういうとこも好きみたいな。あ、なるほどね。って感じです。もう3年もやと思うや。そうそうそう、びっくり。でもほんとその通ってる先生が園長先生で、うん、子供もね、うんうん、だからもう子供たちにずっと教えてたりしてたの。あ、そうなんや。だから教え方がめちゃくちゃ上手で、うん、子供も分かるぐらいのレベルにしてくれてたから、うん、私も理解できると思って、うんうんうん、で続けれてるって感じかな。へえ、やってみっか。